魔物ミカドヤモリは、ヤモリか、イシヤモリ赤に分類されるトカゲである。英名では、チャホワジャイアント、モッシージャイアント、ババイジャイアントなど、複数の名称がある。和名の由来は、種名、チャホワが、原産地であるニューカレドニアの言葉で、魔物を意味することから来ており、本種の愛好家の間では、チャホワと呼ばれている。従来、本種は、 ミカドヤモリ族に分類されていたが、分類を細分化するために、本種のみで、ムニュアラジェコという新しい族に移されている。ニューカレドニア本島、中部及び南部、イルデパンに分布する固有種である。全長25センチメートル。東道長14.7センチメートル。分担を覆うロコと尾光が接する。体側面には、ヒダがあり、 輪郭を不明瞭に指示比へ擬態するのに役立っている。体色は脳褐色や赤褐色、緑褐色、肺褐色で暗色斑が入る。粉炭が短い。目は大型。尾が発達しており、通常は全枚状に巻いている。この尾は、地切れするが、元のように再生はせず、王冠三角や森のように。 地切れした斧根元に玉状の組織が形成されるに、止まる。滝の近くに住み、高湿度な環境を好む。水辺にある地表4メートル以上の木の絵を好むが、イルでパンでは低所にも生息する。樹状性植生は、動物食の強い雑食で、昆虫、トカゲ、果実などを食べる。繁殖形態は卵生。軌道や樹皮のもと。 植物の根元に2個の卵を主に3回に分けて産む。卵は26摂氏28度の環境下で65から90日で孵化した例がある。ニューカレドニアでは悪魔の使いとみなされて意味嫌われている。ニューカレドニアは野生動物の輸出を禁止しているため、研究用に海外に持ち出された個体に由来する飼育か繁殖個体の実が流通する。入手はやや困難である。 食事に関しては、人工飼料や果物を好むため、基本的には、杉尾帝や森の食事に準ずる。ありがとうございます。